女子 SP で3位発進した宮原智子、19イコール関大は、落ち着いた表情で演技後の会見に臨んだ。SP を振り返って、自分の演技と点数に嬉しい気持ちでいっぱい。スケートアメリカよりもいい演技をできたことが一番良かった。NHK 杯、スケートアメリカを経てここまで急激に調子を戻してきた要因は、NHK 杯の時は調子が上がってき始めたくらいの感じ。そこから試合を重ねるごとに試合感が戻ってきて、落ち着いて演技ができればしっかりジャンプを降りられる手応えも試合ごとに増えてきている。平昌五輪の代表に近づいている実感は、最終的には全日本選手権で全て決まるので、今の段階ではどうなるかわからない。毎回その時できることをしっかりやるのが大切。